くんに来てください。皆さんこんにちは、音声聞こえますか？皆さんこんにちは。チャットで、メッセージいただけるとありがたいです。今日はちょっといろんな山鉾を見て回りながら、そしてこの今映っている観光鉾の、鉾の上に上がらせていただけることに、先ほどちょっとお話を、先ほどというかちょっと数時間前にこちらやってきたんですけれども、今日許可をいただいて、撮影許可いただいて、観光鉾の内藤さんにご案内をいただけることになっておりますので、皆さんまだ上がったことがないよという方も楽しんでいただけるんじゃないかと思います。はい、桜田さんこんにちは。中田さん暑いですか？はい、もうとっても日差しが、先ほど到着した時はね曇りだったんですけれど、心地よいぐらいだったんですが、今はすごく暑いです。はい、という感じで皆さん準備はよろしいでしょうか？今日、1時前、まあ、12時45分50分ぐらいまでは、はい、やっていこうと思っております。では早速ですね、ちょっと皆さん集まってくださってる、あ、95人ありがとうございます。たくさん集まってくださってるんですけれど、早速ちょっと冒頭になりますが、配信始めていきたいと思います。はい、ではよろしいでしょうか？はい、はい、待ってました、ありがとうございます。で今日ちょっとハンズアップでやっておりますが、バッジ購入、いつもインスタライブでもバッジをいただいて配信の、支援をいただいてるんですけども、今日の分については、祇園祭の連合会または、観光保護の保存会の方に寄付したいと思います。皆さん個人でも寄付をしていただけるんで、全然どちらでも大丈夫なんですけれども、はい、みんな趣旨で行こうと思います。こんにちは。こんにちは。暑い中ありがとうございます。暑い中ありがとうございます。はい、今日、ご案内いただく観光鉾の斉藤さんです。こんにちは。はい、あ、鉾に上がれるなんてということで、はい、斉藤さんの声は皆さん聞こえますかね？はい、こんな声です。はい、はい、あ、電波悪い方ちょっと入り直すだったり、ブラウザで立ち上げ直すとか、ちょっといろいろ工夫してもらえたらと思います。今日天気いいですね。いいですね。今日はもう、はい、暑いですね。暑いですね。明日から心配です。明日から大変ですね。今、はい、右前方がこれが、はい、私たちの観光鉾ですね。はい、今の鉾は約180年前に、今の骨格ができたですね。180年前、はい、それまでその前の約50年は火事で焼けて、はい、で大変な時期があったんですよ。それが、まあ、4年前に復活をして、で今大事にしている。ありがとうございます。ちょっと詳しい話も聞きながらですけれど、はい、上の方上がらせてもらいたいと思います。はい、こちらのやつね、はい、ありがとうございます。失礼します。それで、はい、ここ置いていくから、彼の分もここからまた置いていく。ありがとうございます。わかりました。頼みます。靴もじゃあここでは、はい、置いてて。わかりました。ちょっと私も初めてなんで、はい、これは韓国の鉾ビルトンの2階になります。はい、わかります。去年も実はライブ配信したんですけれども、その時はこういったことはなかったので、はい、ちょっといろいろここの今案内をですね、写しても大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。学生の方がこうしてそうですね、2013年からだと思うんですけどね、一緒に
やるように。なるほど。岡島さんは今年は、今年は2回目で、はい、今3回生で去年やってます。去年やってます。巡行は初めてだね。巡行初めてです。ということで、まずあの、観光坊この、神さんですね、お祭りしている神様で、あの奥の字のちょっと見にくいですが五頭天皇という書が、あるんですが、それがあの天皇さんになりますね。神棚です。ちょっと電波が若干悪いみたいで、はい、外の方に向かいます。外の方に行きますか、はい、ここは無理、後で戻ってきたんですかね。じゃあ先に歩行に、はい、登ってみましょうか。そうです ね皆さん電波戻りましたかね、はい、初めて行きます。すごい。これが四条通りを、東から西に、この祇園祭の鉾の上からしか見れない風景ですね。じゃあ進んでいきましょうか、はいはい、鉾に入ります。はい、はい、失礼します。うわー、すごい。でここであのお囃子をするんですね、はい、約40人ぐらい、もう少しなのかな、乗られます。結構でも広いですね。広いですね。4畳半ぐらいかなという。この中にもいろいろあの、はい、飾り物だとかがたくさんあるんですがね、この四本、4つ柱ある、はい、四本柱とこういうものも、あの金飾りが立派なもので、江戸から明治にかけての、画家で、画人で、今尾景年さんという方が、はい、まあ、元絵を描かれたものですね、うん、それと観光木の中では天井馬の鶴が書かれますが、これも観光木の中の宝の一つですね。と、ちょっとここから見に行くんですが、この屋根裏の飾りもですね、非常にいい江戸末期から、明治にかけて、職人さんが作られた彫りの深い、いい金飾りがたくさんあります。一つ一つ細かいですね、はい、まさに美術館ということで、コメントいただいてますか。でいろいろこう飾り物だとか美術品なんかで見にくいものが、はい、なかなかゆっくり見ていただけないというのが残念ですからね、うん、こういう中にも、はい、この視点は登らないとですね。おお、本当にここの乗ってるのかな、カラスの絵が、はい、これはなんか軒の裏ですか、軒裏絵と呼んでますが、その軒裏絵のカラスの絵だと思いますね。あ、非常に有名なですね、反対にもあります。反対側も、はい、あ、こうなるといいですね。すごい。前の方も同じようになって、はい、ちょっと見てみましょうか。こちらはまた違う、ええ、違う絵柄が、前が鶏ですね、鶏のオスメス、後ろの方が、カラスの4羽ですね。これも今尾景年さん、はい、先ほど申しました、の絵で、
非常に、あの今慶寧さんは南禅寺の塔頭の龍 の、 絵を描かれた方で、はい、そちらの方にも残っている非常に人気のある画人ですね。山鉾にも結構龍が描かれている鉾がある。そうですね、龍のありますね。観光の場合は、観光鉾という名前の由来になったので、鶏だとかですね、なるほど、闇夜のカラスだとかですね、はい、そういうものが主題になりますね。ありがとうございます。じゃあ、はい、ここに戻っていきましょう。ましょうか、はい、ここが室内がちょっと電波が弱くてですね、はい、じゃあ手前からちょっとやりましょう。そうですね、はいはい、ちょっと戻ります。皆さん、はい、すいませんね、電波が悪かったら、辛抱強くお待ちいただきたいと思います。すいません、はい、ここで、はい、ちょっと遠いですけど、この今前に2つ同じような、ね、絵柄の、はい、大きなタペストリーがあるんですが、これが、重要文化財になっている。奥のものがですね、388年前に観光墓荒町に来た、織物なんですね。でか、それを復元新調といって、手前のものは新しく新調したものです。旧約聖書の創世記からテーマが選ばれてますので、その当時の、日本とヨーロッパとの交易というか交流といいますか、そういうものを思い図ることができるテーマですね。でこれは巡行の時に飾ります。ここの正面を飾る、はい、これが正面を飾る、はい、それをもう今これ間近で見れるわけですね。そうですね、ずっと頬にかけておくと痛みますので、なるほど、ここで見ていただく。じゃあ巡行の前にこうしていろいろと巡って見せていただくとよりいいかもしれませんね。そうですね、はい、間近で見れますんで、ですから本物というとおかしいですけど、両方本物なんですが、その奥の古いものはめったに書けないですね。はい、あ、そうなんですね、はい、で3年ぶりという感じ形で。そうですね、今年は多分雨模様が予想されるので、はい、手前の復元新調したものがかかるんじゃないかなと思います。ちょっとわかります。雨は多いですか、巡行の時。いろいろですかね。いろいろですけど、ちょっとパラッときたりとか、ね、はい、なるほど、なるほど。これは何気ないもんなんですけど、はい、今鉾をご覧になると、この横になっている幕っていいますかね、はい、水引きっていうんですか、あれは白色にこの門が入ってますよね、はいはい、でこちらに同じくこの横長の水引きがあって、これは赤地に門が入っている、はい、でこの赤いものが巡行の時にかかる水引きです。で今は宵山の時に白いものがかかる。もう一度こちら、白いですね、はい、です宵山の飾りと、巡行の時の飾りが、違うところがいくつかあるんですね。そうなんですね、はい。こういうタペストリーを飾ったりとかってどういう経緯があったんでしょうね。この歴史的にはこういうのをやり始めたのは、文献で残って、その前から祇園祭は観光墓があるわけですが、はい、その当時の織物、糸編のですね、はい、大きな商いされている方からご寄贈いただいた、おそらく町内にお住まいがあったんじゃないかと思いますね。で、祇園祭りっていうのは今こうして伝統も1000年以上の祭りなんですけれど、もう時節時節でいろんな取り組みを、はい、我々の先達はやって今日があるというふうに思います。一言で言えないんですが、はい、そういう工夫だとか、こうしようああしようという、
固定観念にとらわれないで、うん、新しい斬新なことをしてきたのがこう京都人の祇園祭に対する考え方だと思うんですね。伝統プラス、新しいことをしようという。だからまあこうして続いているってそこに理由もあるのかもしれない。そうですね、もう文章を読んだりしているとやっぱりそこが一番大事かもわからないですね。伝統だけだとどうしてもその単に古典になってしまうので、そこに新しさを、どこか新しさを求めていくと、そうすると時代のその時代の方たちにやはり楽しんでいただけるというものを、はい、お祭りの中で作れると思うんですね。ありがとうございます。3年ぶりで巡行もありますけど、どうですか、なんかお気持ちとしては、どんな皆さんお気持ちでしょう。そうですね、昨日昨日、引き染めをさせてもらったんですが、はい、何人かと話したら、まあ、引き染めも3年ぶりなので、うん、もう鳥肌立ってきたって言いながら何が言ってましたね。私もその一人ですよね。それほど言葉以上のものが込み上げてくるものが。そうですね、多分もうみんなあんまり言わないですけど、気持ちの中ではちゃんと巡行、まあ、やりたい、やろうとする気持ちが強いんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。またそして皆さんの気持ち聞くと見え方もまた変わってくる、見ている方も見え方変わってくるんじゃないかと思いますけども。そうですね、その伝わっていけば、うん、本当に嬉しいんですけどね。ありがとうございます。はい、ちょっと下の方降りていきましょうかね。はい、はい、ちょっと電波が悪くなるかもしれませんが、すみません、すみません、はい、こちらからたくさんあげられます。あ、電波大丈夫そうかな。このちょっと一角だけが電波が悪かったみたいですけれども、降りてきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ここでは、はい、ちまきの販売だとか、手ぬぐいの販売だとか、ああいう向こうに、立派な方がいらっしゃいますが、皆さん、ここの担当でやってます。最新型の販売、マイクを、マイクを、はい、ぐるっと、はい、紹介してあげてください。ありがとうございます。紹介して、紹介して、はい、いや別に、顔だけ、はい、今160人ぐらい見てくださってました。160人ぐらいライブで見てくださっております。はい、あ、そうですか、はい、よろしくお願いします。3年ぶりなんで頑張ります。頑張ります。こういう、はい、鳥肌立ってる一人です。はい、ありがとうございます。はい、今日見せていただきましてありがとうございます。皆さん、では私ちょっと引き続き巡りたいと思いますので、はい、はい、ありがとうございます。じゃ頑張ってください。はい、ありがとうございます。観光保護の斉藤さんです。ありがとうございます。またちょっと後ほどご挨拶伺います。はい、すいません。ありがとうございます。失礼いたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。よいしょ。人がたくさんいらっしゃるので。そしてね、いろいろと手ぬぐいや、手ぬぐいやトートバッグやちまきや、センスがございますね。またちょっと後でゆっくり見ようかと思います。今何時でしょう。ちょっと誰か教えてくださいますかね。皆さんお連れして、もう少しだけちょっと歩いてみようかなと思っております。菊水鉾の方にちょっと足元に移します。はい、はい、ちょっと落ち着きました。皆さんの、あ、12時35分、大豆さん、ありがとうございます。あ、ロボホンご一行様も、35分、じゃああと15分、ないぐらいですかね。少し、もう少し巡って、そして、灯籠山の皆さんから、いつかの配信か何かで、カマキリの、ことについて皆さんが触れられてたかと思いますので、ちょっと灯籠山、はい、
巻き買いたいですと、まこさん。よいしょ。はい、あ、皆さん時間ありがとうございます。よいしょ。あ、浴衣新調されましたね。そうなんですよね、観光保護の皆さん新しい方で、インスタグラム、ツイッターもされてますので、よかったら、覗いてみてください。また後ほどインスタグラムでもシェアします。よいしょ、はい、昨日は、引き染めもの現場からゲリラライブをしましたが、皆さん見ていただいた方もいらっしゃいますでしょうか。そうですね、ネット販売もありますので、皆さんまたそれぞれ保存会のページだったり祇園祭りのページをチェックしてみてください。ちょっとスタスタと行ってしまいましたが、ちょっと時間も結構せかせかしているので、歩いていきたいと思います。こうすればいいですね。一つね、ちょっと山歩行じゃなくてグルメのご紹介ということで、皆さん、ゆぜかんさんのしみだれ豚まんご存知でしょうか。ほな、2階でも食べたよという方は挙手をいただけたらと思いますけれど、はい、だんだん近づいてまいりました。菊水鉾の、ところから今左折をしまして歩いております。はい、あ、そう、地図がありますね。はい、観光鉾から、菊水鉾のところに来て、その北に上がって左に曲がったところ、あられ天神山、はい、それがこちらです。はい、それがこちらですという感じで、皆さん今これまだ建てられているところですかね。ここで撮らせてもらおうかな。はい、ちょっと左上小さく映ってますが、上りがあります。上りをちょっと映しましょう。はい、もうたくさんの方が並んでおられます。はい、はい、こちらですね。皆さん食べたことありますか？結構な方が並んでおられます。数えられませんけれども、たくさん並んでおられますね。何通りですかね。何通りでしょう。京都の方教えてください。ここすぐ出ますか？はい。あ、そうなの。祇園祭りの時しか販売されないというふうに聞いておりますが、はい、はい、暑いですね。はい、私たちはこれから、じゃあちょっと今何分でしょう。ちょっとタイム時間が、はい、ちょっとここを左に曲がります。左に曲がって、はい、見えました。放火歩行やってきました。はい、しみだれ豚まんぜひトライしてください。
とても美味しいです。結構今建てられてる、あ、まさに今着々とできてるところですね。これ遠方の方特にこういった状態の時あまり見ないと思いますが、といっても私もなかなか見ないんですけれども、こんな風にして建てられていくんですね。ちょっとミッションとしては灯籠山まで行くというミッションがありますので、急いで向かいます。はい、よいしょよいしょ。ここを右折、はい、右折。中のライブ配信は大変ですね。いつもお寺や、お店や、はい、そういったところからしているので、おっとっと事故りました、はい、大丈夫かな、皆さん酔いますね、ごめんなさい、はい、これで大丈夫かな、はい、まだちょっと結構テクテクと歩きます、はい、今この辺りにおります。よいしょ、ちょっと開けてきました。先ほど灯籠山でのカマキリが、上に建てられる様子を撮影してきたので、またそちらもインスタの方でアップしたいと思います。わ、すごい、180人の方が見てくださっているんですね。ありがとうございます。初めて見てくださっている方もいらっしゃるでしょうか。厳しい、よいしょ。カメラがあんまり言うことを聞いてくれない。はい、来ましたね、来ましたね。ちょっとマイクを取ります、マイクを取ります。マイクを取りました。はい、やってきました。ここは人が結構少ない。見えますか？よいしょ。そうするとシルエットが見えますかね。はい、皆さん、今日もご参加ありがとうございました。今46分、ちょうどいい時間かと思いますけど、お昼休みが終わられる方もいらっしゃると思うんですけれど、昨年に引き続いて今年も、はい、
ライブ配信してみました。今回は、観光鉾の、斉藤様にご案内いただいて、鉾の上にも上がらせていただきました。なかなか上からの景色を見たり、間近で、化粧品見たりないかと思うので、実際ね、祇園祭りいらっしゃった方とかは、もう登ったよという方もいらっしゃるかもしれませんが、去年とまた違った形で祇園祭りのことをお伝えできたかなと思います。3年ぶりの山鉾巡行もありますので、皆さん、これからも斉藤さんの言葉にもありましたけれども、いろいろと、伝統を守りながら新しいことにも挑戦しているのが祇園祭りの特徴だということもお話しされてましたけれど、みんなで守っていけ、つないでいけたらなと思います。今日の配信でまた知らなかったことをお伝えできたりとか、普段見れない側面で、皆さんにご紹介できていたら幸いです。はい、そんな感じで、はい、またそうですね、来週もライブ配信をやりますし、このハンズアップでは月末に、抹茶の宇治から、宇治の抹茶の、神次郎さんというところから、配信もやります。またライブショッピングの形でさせていただきますけれど、はい、また来週もそうですね、来週も祇園祭りに関連しての配信にするといいかなと思いますが、またお知らせをしたいと思います。はい、では、はい、そんなところで今日、はい、もしかして、もしバッジを送ってくださってる方がいらっしゃったら、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお名前がお一人ずつ呼べないですけれども、ありがとうございます。そうですね、 MK タクシーでいろいろと貸し切りのタクシーもしてますし、八丈口の、すぐそばに乗り場もありますので、京都お越しの際はぜひご利用ください。MK トラベルでツアーもいろいろとやっておりますので、はい、ちょっといい BGM が流れてますね。ここは学校があるんですかね。はい、そういう感じで、あ、来週火曜日京都行くので MK さん利用させていただきます。美穂さん、ありがとうございます。よかったらインスタやSNS でまた教えてください。 MK タグ付けしてもらえたら見に行きますので、はい、はい、ではまた来週ですかね、お会いしましょう。ありがとうございます。あ、まこさん、私はちょっと運転はしてないんですけれど、こうして SNS 担当をしたりしております。はい、あ、今度利用させていただきます。タムカツさん、ありがとうございます。あ、いい誕生日プレゼントでした。リンゴさん、誕生日おめでとうございます。はい、では、すいません、174名の方、たくさん今見ておられる中で大変恐縮なんですけれど、はい、今日の配信はこの辺りで終了したいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。